にちは。ムクフローリングとウッドデッキ専門店エコロキアの水谷です。本日はですね、こちらのアフリカ産のカリン波動符を4ヶ月間屋外に放置するとどうなるのかという実験をいたしましたので、結果をご覧いただきたいと思います。こちらの波動符、上半分には紫外線に強いと言われておりますジャラオイルを塗装して4ヶ月間放置しました。下は無塗装のままですね。さてどうなったのか、結果をご覧いただきたいと思います。じゃあ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 、お、さっきのこちらカリンの特徴でありますこの赤い綺麗な赤はちょっと抜けてしまってますよね。このこっち側に紫外線が、当たってたんですけど、後ろですね、紫外線が当たっていないところはやはり赤が残っていますので、波動符紫外線にはちょっと弱いっていうことが分かりました。なんですけれども耐久性にかなり優れて、耐久性が強いのでヨーロッパではウッドデッキ、こちらで大人気ということなんですね。耐久性が強いということなんですが、そうですね、ざらつきも元々のものとそんなに、変わりありません。波動符ぜひウッドデッキで使っていただきたいと思います。エコロキアでは天然木を適材適所ご提案しておりますので、ぜひご相談ください。ムクフローリングやウッドデッキ、レジンテーブルなど天然木にご興味がございましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。